はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もゴーストリコン PC 版オープンベータ、ワイルドランズ、続きやっていきます。前回はグダグダな状態で地雷で一般車両を爆破しながらも装甲車、敵のまあ輸送車両を止めて確保して、今回はね、まあ、ポリットがそのスポーツカーが大好きだって情報を事前に手に入れたんで、こっからそれを持ち出しちゃえと、いった感じで。で、ここまで今来てるんだけど、手前になんかまたカルテルの基地っぽいところがあるから、ここ制圧してからこっち行こう。エルポリトの使用者の場所が分かった。うちの技術チームが GPS を解析できるように盗み出して。オッケー。スポーツカーがあるわけじゃなくて、まだガレージがあるだけだったりするのか。ドローン準備完了。おお、いるね。2人目のターゲット発見。おっ3人目がと、いた。あいつは情報を持ってる。前に情報を持ってるやつ普通に殺しちゃったから、確保せんとね。麻酔銃とかあればいいんだけどな。暴れてもらったら困るから。これならハンドガンだな。敵を排除した。さあ、あとはこいつを尋問だ。奴らに見つかるぞ。動くな。落確ち着保。け。行くぞ。さあ、尋問。お前が生きて帰る方法は一つだ。これだね。話すから殴らないでくれ。反乱軍のプロパガンダを広める準備はいいか。無線局の場所は分かった。カタリはいい根性してるよな。一つ何かしてやると100要求してくる。ユリとポリトが見つかるならやる価値はある。反乱軍ミッション発生した。反乱軍とは協力関係にある。 OK。てっきりユニダットとも協力関係にあるのかと思ったらね、真逆だったもんね。どっかこれ弾薬回収できる？これか。さあ、本番はこっちなんだよ。あと 300m。もういかにもでかそうだしな。ちゃんと索敵しないとね。なんかすでに上に敵見えてんだけど。一般ピーポーだな。もうちょっと近づこうなら。一般ピーポーがいる上のところ行っちゃえば有利じゃないか。敵を確認した。おい、このガガレールジ、ゼルのメンバーがいポるリトぞ。の車を見つけたら知らせてくれ。了解。この中行っちゃおう。ちょっと失礼しますね。よし、高いところ取った。武器が設置されてる。向こうか。あれは固定砲台。新たな敵を発見。3人目の敵だ。ガンタレットを発見。方法結構いるね。あいつで5人だ。ここの下はどうだ？もう一人いた。おお、いるね。たくさんいる。あいつで10人だ。誰からやってこっかな。こっちだな。ちょっと真正面の方の敵をシンクショットで。こっち敵いるか。こいつもシンクショットいける。
合図をくれ。オッケー、ショット倒した。さあ警戒はしてない。向こう3人か。あんな奥に1人。ここ3人いけそうだな。シンクショットのクールダウン待って、ここの2人。ターゲットを捕捉、準備完了、合図をくれ。オッケー、じゃあタレットにいるやつ倒そう。んショット撃つぞ。看護ダウン。オッケー、バレてない。大丈夫だ。でこっち4人いるな。あ、もう1人いる。あ、ライトついた。あ、待って、民間人に注意しろ。あれ民間人か。あー4人か。一回場所変えよう。あ、仲間いつの間にかそっちにいたのか。正面の方の敵をやりに行くか。いないよなこの辺。あ、待って、どっかにいる。ここだ。ハンドガン、こいつ、はい、こんにちは。命はないぞ、分かったら。ノックアウト。お、気絶ね。でだ、ここの中にも多分いるぞ、敵。この人たち、今解放しちゃったら、ドンパチ暴れまくるから、開けないとこ。あ、でも一人だけか。一人いた。もう一人いるな。シカリオがいる。燃料タンクの付近だ。ではちょっと仲間に正面の二人を任せよう。おっと、車来た？大丈夫か？悪党どもをマークした。ボス、合図をくれ。ターゲットを確認。合図をくれ。オッケー。ターゲットを排除。さて、まだいるね。ここはなかなかこってりしてるぞ。敵を捕捉。民間人の近くだ。あの二人は一発で仕留められないか。あー、移動しちゃった。どうだ？ん？びっくりした。お、いける。あの車には警報が。敵を排除。簡単に貫通しないな。オッケー。多くの人々にはバレてないね。敵を捕捉したが、近くに民間人がいる。5人か。待てよ、まだ周辺にいるぞ敵。ここ上行こう。もう目標はすぐそこだけど、できれば敵をね、全員倒しちゃってから。気をつけろ、民間人を撃つなよ。あれ、民間人か。ドローン飛行中。お、いた。
人おっと、あそこにもいる。待てよ、建物内もう一人いるな。マップのモヤでね、スポットされてない敵が確認できるね。優しい設計をしてくれてる。もう一人いるはずなんだけど、ちょっとお邪魔します。あなたは一人作業中か。どっかにいるぞ。あ、これか。屋上に敵だ。ん？今のは民間人か。本当もうドローンを使いまくってるけど、あ、かっこいい車。民間人だね。とりあえず中で作業してる人を倒しちゃおう。いいお仕事、お疲れさんです。動くな。ノックアウト。でだ、あのたくさんの敵をなんとか始末しないといけない。こいつはやって大丈夫だと思うんだけど。ターゲットをマークした。合図はまだか。ターゲットを確認した。 OK、 やれ。悪党が一人減った。よし、こいつもいけそうな気がする。シンクショットは一人でも行った時点でクールダウン。あれ、もう一人いる。これ民間人か。これもほっとこっかな。ほっといていい気がしてきた。車だけもうスタコラサッサしちゃったらどう。あ、でもこれ二人乗りだぞ。あった、ポリトの車を発見。いただき。洒落た車だな。あ、でもダッシュボードに血のついたゴムみたいなのがある。二つも。ということはユリとポリトの車だな。持ち主は誰であれいい車だ。カルテルの奴らの趣味は理解できないな。高い車にクロームのホイールをつけて汚い街中を走るなんて。とか言ってお前も欲しいくせに。汚い道をいい車で走って楽しいが。エアコン代わりだ。おお、いい車。ちょっと仲間二人はなんか別の乗り物を得てくるか。さあとりあえずいただいちゃおう。でもこんな道をこんないい車で走りたくないな。確かにすぐ砂ぼこりとかで汚くなっちゃうな。でもあれ、ポリトの車ゲット。このままスタコラサッサしちゃいます。おっと、待って待って待って、前方に敵じゃ。仲間ちゃんと来るかな、こっちまで。あ、ワープしてくんのか。こんな夜に何してんのかね。敵を捕捉、地元住民の近くにいる。ワン、ツー。ターゲットはマーク済み、合図を待ってる。了解、イケルゲットを確認した。し、ワン、ツー、スリー。オッケー。よし、オールクリア。よし、いっちゃいましょうね。うちかまってろ。後で合流する。サンタブランカにだけでなく。悪いな仲間、この車二人乗りなんだ。すっちゃった。あ、ここだね。イタカ・チャーリー。ここからはボーマンたちの仕事だ。 GPS からユリとポリトが隠れていそうな場所を割り出してもらう。よし、まだゲージがマックスに溜まるともう完全にユリとポリトが現れるっていう感じか。現状こんな感じか。でも半分溜まってんのか。あとはこれだな。反乱軍は苦戦を強いられている。パック語りは支援を求めている。今協力しておけば将来的な支援に期待できる。車盗んだ。聴覚、あ、ちょっとへこんでる。ちょっとじゃない。結構へこんでる。まあ、いいか、ポリトナだし。
よし、それじゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回は。なんかストーリーミッション、これだけじゃまだユリとポリと完全にゲージたまらなさそう。だけど、まあ、とりあえず次回はここ。やってこう。反乱軍の放送を開始させるってところだね。それじゃあ今回は、こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。